プラスチック射出成形機および、その合理化機器の販売、メンテナンス、あと、まあ、お客さんの工場のトラブル解決で、お客さんの困っていることはメーカーさんと共に解決していくような、まあ、そういうことをしていったら、まあ、コストに負けててもお客さん選んでくれるのかなと思ってます。次お邪魔した時に、まあ、こういうことで困ってられたから資料とか次持って行ったりとか、そういう、まあ、しょうもないことかも分からんけども、そういうことも親切で大変ですけど、まあまあ誠実にね、こうやっていく、積み重ねていくというか、まあ、そういったもう今度説明するときはもう甘えやみたいなね形で言ってもらえたら多分嬉しいですよね。